はいどうも、ルクスです。今回は、マリオカート8デラックス追加コースパスに、バニラレイクが来ない件について話していこうと思います。なお、今回、リーク情報は一切取り扱いません。いいですか？リーク情報なしに、私の独断と偏見で、バニラレイクが来ない件について、詳しく取り上げていこうと思います。主に、バニラレイクが来ないと思う理由は、3つあります。まず一つは、任天堂は嘘が大好きだということです。これね、意外とマジなんですよ。任天堂、あれは結構詐欺師です。っていうのもね、よくよく皆さん思い出してください。まず DLC 発表された時、任天堂なんて言ってましたか？そうです。リマスターコースを8デラックスに出していくと。リマスター？あれ？アイスビルディングは？っていうことですよ。そうです。もう第2弾の時点で任天堂はね、大きな嘘をついてんですよ。っていうことは、またこれもね、思い出してください。ココナッツモールにバニラレイクの看板ありましたよね。実はあれ、任天堂は意図して置いたものだと私は考えています。そうです。すなわち、ミスリードを誘うものなんですね。よくね、映画とかの予告編でミスリードってやる手法なんですけど、まさかね、ゲームでもこのように取り入れてくるとは、驚嘆ですね。よって、ココナッツモールに書いてあったバニラレイクは、あれはあくまで、ファンに間違った予想させるものであると僕は思ってます。続いて二つ目、スノーランドが出たから、バニラレイクが来ないということについて。これはね、画像を見てもらえればわかると思います。はい、こちらがツアーのバニラレイクの画像です。続いてこちらは先日マリオカート8デラックスに出たスノーランドの画像です。どうですか？見てわかる通り、なんか似てますよね。そうです。僕はここで思うんですね。同じ素材を使ってるんじゃないかと思っています。どうでしょうかね？なんか見れば見るほど似通ったものがあるように感じます。だからね、こんなね、似ているコースを今後また出すとは思えないんですね。例えばね、レインボーロードってもう三つもすでに出てるじゃないですか。でもレインボーロードって結構一つ一つ個性が出てて楽しいんですよね。でもね、この氷っていう表現についてはね、これ以上ね、表現の仕様がないと思うんですよ。任天堂だからこそそこはね、プレイヤーを飽きさせないようにするためにも、バニラレイクはね、わざわざ出さないと思うんですよね。その辺は全部スノーランドにお任せということで、僕は考えております。そして最後、三つ目は、バニラレイクの一周が短すぎるということについて。これはね、各自でバニラレイクの動画を見てほしいです。一周がね、めちゃくちゃ短いんですよね。どのくらい短いかっていうと、ベビーパークに5秒足した感じかな。これ大げさな表現じゃないですよ。本当にバニラレイクって短いんです。マリオカートシリーズの中でもトップ3ぐらいに入る短さだと私は思います。だからね、真面目に考えたとき、任天堂がこれをどう処理していくかが気になるんですよね。単純にコースのスケールを拡大すればいいんじゃないかって思う人もいると思うんですけど、このコースギミックが少なすぎて、ただのだだっ広いステージになってしまうんじゃないかと私は考えています。その辺を全て考えると、やはりバニラレイクはわざわざマリオカート8デラックスで実装しないのではないかと私は考えています。以上が3つのバニラレイクが来ないと思う理由についてでした。皆さんは私のこの考えについてどう思いますか？もしよかったらあなたの意見をコメントでお願いします。それでは今日もご視聴ありがとうございます。ではさようなら。